全然違うかっこよさがあって、はい、羨ましかったっすよ。ありがとうございます。本当に異次元感がもともと漂ってて、でもやっぱ僕がこういう風にメディアに出ようとか、そういう風に思ったのはやっぱり小沢さんの影響ってすごく大きくて。本当ですか。今日そんで小沢さんのもしかしたらメディアとかであんまり質問されて